いや、ちょっとまさかでしたね、これは。はい、ということで、鬼舞辻無惨が超究極で登場します。3月24日木曜日のモンストニュースの、鬼滅の刃コラボの追加情報をまとめていきたいんですけれども、まとめていきたいというかこれだけなんですけれども、鬼舞辻無惨の超究極クエストが登場します。はい、3月25日金曜日19時から3月26日土曜日1時まで、やってるということで、まあ、これは初回ですね。それ以降は4月2日土曜日まで夜の時間帯に随時出現するそうです。はい、闇属性の鬼舞辻無惨が降臨します。いや、これはちょっとびっくりしたね。で、なんかパナエさんたちが言ってたのが、コラボ史上一番難しいみたいなことを言ってて、ちょっとこれなんか昔の超究極また来たんじゃない、これコラボの潜水さんとかの難易度来たんじゃないかっていうぐらい多分めちゃくちゃ難しいと思うんですけど、まあ、闇なんで、まあ、さすがに多分、天元様がハマるんじゃないかなって思うんですけど、史上最強難易度って言ってたからね、ちょっと、怖さもあるんだけど、はい。ということで、クエストをクリアするとですね、コラボ限定の鬼舞辻無惨グッジョブと、ストライカーカード、あと、あれですね、称号がいただけるということで、いや、これは勝ちたいね。自慢したいね、友達とかにね、これね。はい、ということで、とりあえず、3月24日木曜日の、モンストニュースの、鬼滅の刃コラボの追加情報をまとめてきましたけれども、ちょっと鬼舞辻無惨様が来たということで、ちょっと皆さんも頑張って勝ちましょう。はい、ということでご視聴ありがとうございました。